マディーズキッチン。私もうすぐ台湾に行くので、台湾旅行で調べてたらやっぱルーローハンが食べたい。前に作ったんですけど、ルーローハンもう一回食べたくなって、ルーローハンを作っていきたいと思います。解凍してたつもりなんだけど、バラ肉ブロックね、解凍できてなかった。玉ねぎを切っていきます。前私が作ったルーローハンの動画見て学ぼうと思って、去年は解凍するの忘れてて、めっちゃ切るのに時間かかったのね。だから今回は解凍して切りやすくしとこうって思って、寝る前に思い出して外に出しておいたのね。でも調べたらさ、その解凍していい時間は30分とか、まあせめて 2,3 時間程度ですって書いてあって、常温で置いとくとなんかこう菌が繁殖しますみたいな書いてあって、やばっと思って、で私は冷蔵庫で解凍してますみたいな書いてあったから、冷蔵庫の方がいいじゃんと思って、冷蔵庫に置いといたんだけど全然解凍できてないんだけど、どういうこと？もうまた失敗しそう。ここで沸騰しておいたお湯に卵2個入って、ゆで卵作ります。これ入れるときさ、割れるじゃん卵。ね、絶対割れた今ので。気にせずスライスしていきます。汚いけど気にしないでください。どこの家庭もこんなもんなんで、なんかコンロとかめっちゃ汚いって言われるけど、掃除しろよって言われてるけど、掃除してるんすわ。そんな毎日毎日綺麗なんですか？毎日毎日綺麗な家庭はね、ごく 1% ですよ。今回のレシピの参考は、なんかリュウジさんっていう人の YouTube を参考にしながら見ます。だから別にこの中にこれ全部使う？これ切れる？そもそも。あ、切れる切れる。切りやすいかも。あ、待って、ちゃんと解凍されてるわ。ちょっと切りやすい。冷蔵庫でちょっと固めにしといた方が切りやすいね。なんかこうやって切って、でなんかこうやってしてたよ。1センチ角に切るみたいな。あ、うまそううまそう。あ、もうルーローハンだ。もうルーローハン。やばい。前回ルーローハン作った時の豚バラはすごい薄かったんですよ。だからなんか、え、これルーローハンみたいな感じだったので、これ全部切れるか。うわ、牛肉ぴったんこチャレンジやってるみたい。冷たい、手が死ぬ。じゃあ切りながら私はトークをしたいと思います。で、最近なんかエステにハマって、で前回の動画でハーブピーリング行ってきますって言ったじゃないですか。バイバーイ、ハーブピーリング行ってきます。ハーブピーリング行ってきたんですよ。行ったら、車の中で待ってたらお兄さんが呼びに来て、くっそ恥ずかしかった。だってね、私鏡を見ながらね、車の中で髪の毛を整えてたのね。それを見られたの。めっちゃ恥ずかしいんだけど。やめてくんない？車まで来るの、駐車場まで来るので、呼びに来てくれて、で結構イケメンでマスクしてたんだけど、なんか後ろ姿もさ、めっちゃガタイが良くて、で説明してくれて、施術は女の人がやってくれるんだけど、で肌を見せてもらっていいですかって、で肌見せて、あかねさんは乳酸菌パックっていうのがいいと思いますみたいな、忘れたんだけど細かい名前は、乳酸菌ピーリングかな、わかんない、なんかピーリングかなんかももう忘れちゃった。なんかとりあえずハーブピーリングできなかったの。最悪。もう絶対にさ、ハーブピーリングがいいと思って行ったのにさ、ハーブピーリングできなかったの。なんか私の肌は、そのハーブピーリングをする人はなんかもうすでに肌の土台が出来上がってから、なんかこうニキビがいっぱいできたりとか、そのニキビに向けた人のやつらしい。でも私の場合はなんか、まず乳酸菌パックっていうのをやって、肌の赤みを抑えて、なんかその土台をちゃんと作ってからハーブピーリングをやった方がいいと思いますって言われて、なんかもうハーブピーリング
ングをできる選択肢がなかったのね。お試しでね、ハーブピーリングはね、安かったのね。例えばじゃあ3000円でできますって感じだったんだけど、乳酸菌パックは頬だけ一部分だけで3000円ですって言われたのね。全部できなかったの。私もうなんか肌が痒かったから、全部の肌がね、もうそのハーブピーリングを頼る思いで行ったのに、まあ今思えば皮膚科行けよって話なんだけど、これでさ3000円払うなら皮膚科行った方がよくねってなった。なんかそこのねハーブピーリングが良かったらね通うつもりで行ったんだけど、もう乳酸菌パックを勧められたし、もう今回はお試しで、なんかもう次からは1万円かかりますとか言われて、強引な雰囲気を感じたのでマッサージに行きました。なんかもうやけくそで疲れを取りたいと思って。焼いていきます。オリーブオイルにしようっと、ちょっと弱めにしてくださいって言ったのに全然変わんなくて、めっちゃ痛くて、揉み返しがすごかった。次の日背中をめっちゃ押されたから、私めっちゃ失敗するんだよね、エステとか常連で行けたことがないので、ここで塩入れるらしいです。毎回もうなんか初心のためのこう問診票みたいな書くのをもう慣れすぎて、でも初回の会話も慣れすぎて、だから美容室で毎回なんか常連さん同士の会話ができるのが羨ましいもん。なんかこう相談とかさ、なんかいつもの感じでとか、でその次背中のホットペッパービューティーでね、2000円のギフト券があったので、背中のブツブツを直したくて、そしたらそこがまあなんと、まあ、今回もそのまあもうそのギフト券だけ使えたら、もう背中だけやったらもう二度と行かない場所だろうなって思いながら行ったんです。でもそこがすごい本当に良くて、なんかお母さんみたいな世代の人で2回目予約しちゃったもん。てかマッサージよりその背中のブツブツをやってもらったんだけど、その間背中をやってもらってる間足を温めてもらってたのね、とかリンパマッサージとか、すごいその空間がもうちょっと熱くて暖かくて汗が出てくるぐらいで、背中のブツブツを直しに行ってもらったはずなのに、すごいねマッサージをやった時よりもう体が軽くなって、あかねさんこれは背中のブツブツはすごい、背中のリンパマッサージをやってもらった時に、まあ嘘かもしんないけど、全身の血行が良くなるとその老廃物が流れていくとニキビも背中のブツブツも治ってくるんですよって言われて、なんだろう、そのおばさんの喋り方が上手っていうか優しいっていうか、本当に親身になんか私に話してくれてる感じがするなと思って、なんかもう最初の喋り方からこの人信用できるなって思った。なんか若い人だとさ、もうなんかそういうのないじゃん、若い女の人とかだと、なんかもうほら稼げればいいみたいな、わかんないけど、でもそのおばさんは本当になんか私が編み物やってるって言ったら、私も娘のために中体連があるからこう2、3が作ってもう腰痛くなったんですよとか喋ってくれたり、なんかそういうお母さんみたいな感じがなんか優しいなと思って、てか本当に楽になったし、体が月1でもなんかその自分のためにお金を使おうって決めてたので、そういっかなと思って、すごい私足と手の冷えがすごいんですよね。やっとなんかいいところを見つけれた気がする。わかんないけど2回目でやめるかもしれない。でもやっぱ洋服とか買うよりは月に1回なんかこう自分のためにこうお金使ってみようと思って、今まではなんかそんなのさもったいなさすぎてできなかったけど、自分の体がやばいということに最近気づいてきたので、もうなんか本当に今までできたことないようなニキビがね、もう体から出てんのよ。もう体が危ないサインを上げてるんですよ。失敗を重ねつついいとこを見つけたよっていう話。これはすごいもう茶色になるまで炒めます。あと最近美容針も行ってみたいと思って、川口春奈さんが美容針と酵素風呂に入ってたんですよ。最近体を温めることにちょっと興味が湧いてきた。すごいよ、だから、ま、すごい体が凝ってる人とか
本当にマッサージじゃなくてリンパマッサージ、温めながらやってくれる、そういうマッサージに行ってみてほしい。本当にマッサージより何倍も違う。はい、こんぐらいになったらちょっと一旦取り出します。ゆで卵なんか全然むけなくて、綺麗に古い卵だからかな。見てこんな状態になっちゃったので、もう食べちゃいます。またちょっと新しく煮ます。ニンニク入れます。焦げ目がいい感じについたら水350、醤油大さじ4。私適当なんですいません。オイスターソース小さじ1、砂糖大さじ1、ソーミシャンタンがないのでウェイパーでいいですかね。あった、こんぐらい。お酒大さじ3、ウーシャンウェン入れた方がいいらしいんですけど、ウーシャンウェンないです。ウーシャンウェンの代用って調べたらガラムマサラって書いてあったので、ガラムマサラあるからガラムマサラ入れます。黒胡椒めっちゃ入れてた。ネギここで入れるか。で40分ぐらい煮飛ばせるそうです。じゃあ40分後に会いましょう。見てこんな綺麗にむけた。どういうこと？やっぱいい卵と古い卵、安い卵全然違うんだわ。これ蓋しなくていいの？たらーん、おいしそう。来ました。ちょっと汁もうちょっと多めがいいんだけど、少なくなっちゃった。絶対うまい、まあ、前回よりめっちゃ美味しそうにできた。長く煮込んでたからか。簡単だから本当にみんなも作ってみてほしい。いただきますね。いただきます。もうこれ絶対美味しいでよ。美味しいしかないだろ、こんなん。こんな色見て、やばい、幸せ。美味しいしかないでしょ、こんな。いただきます。ノージリップしゃーよ。今幸せホルモンやばい。ガラムマサラ入れたことによって、か黒胡椒かなんかわかんないけど、なんかその台湾独特のスパイシーな味がちょっとね、なんか麻痺する感じ、なんか全然辛くはないんだけど、ちょっとなんか舌が麻痺する感じの、麻酔打ってるっていう感じの。スパイシーさが本格的。やばいよこれは。やばい。うまっ。やばい。お店出せるんじゃないっていうぐらいうまい。あの人のおかげですね、リュウジさんの。前回はちょっと薄かったんですけど、であんまりしっくりこなかったんですけど、これはやばい、ちょうどいい濃さ。ちょっと卵も一緒に食べます。このタレについてるご飯だけでもいけるわ。幸せ、やばい、幸せすぎる。
久しぶりに幸せだと思った。やばいな。これ早くちょっとお母さんにも食べてほしい。止まらん。やばいよこれ。男の胃袋掴んじゃうよこれ。作ってあげたらもうこれ結婚せざるを得ないよ。これ食べたら、台湾行かなくていいかも。それは嘘だけど、これとどっちが美味しいのかちょっと本場の味が食べてみたくなった。ということで皆さんもよかったらルーローハン簡単なので作ってみてください。美味しい。バイバーイ。幸せー。